どうもジョジョ TV です。本日はですね、こちら感謝園に来ております。実はね、私が高校生から大学3年生まで働いていたところです。そうだ、大体6年か7年間、はい、店長を務めてました。実は初代は富城だったんですけども、富城から移転して今ここに来ております。で、今日ね、たまたま YouTube の撮影終わった後にお昼ご飯食べに来ようと思って来たらですね、まあ5月27日なんですけども、なんと5月いっぱいでもう店じまいするということで、せっかくの思い出だからちょっと残しとこうと思って動画に、自己満の動画になります。じゃあ早速中に見てみましょう。こんな感じでね、中華風でしょ。だから俺が動画上げた時にはもう皆さんもうこの店閉まってます。幻の中華料理は僕は今レポートしてるわけですよ。いや、ここ料理めちゃめちゃ美味しいからね。いや、7年間俺ここでまかないとか食べてきたんで、本当に味めっちゃ美味しいです。どうぞどうぞ、カメラマンさんどうぞ。まあ店がこんな感じですね。はい、いやもうここもう店じまいするわけですよ。はい、ここ、はい、これトイレ、トイレこんな感じになります。どうぞどうぞ、こちらこちら。はい、これが店内ですよ。どうこれで、実はねこれサイン見て、かわちゃんも来てるし、あの南海キャンディーズのね山ちゃんも来てるんですよ。それぐらいもう有名店なんですよ、ここ。ここはね、僕らが今ご飯食べた後の3階ですね。今からじゃないんかい。今からじゃない、もう食べ終わりました。あの、愛です。僕のお母さん的存在ですね。ニハオニハオ。ちょっともう儲かってはいたんですよ、中華。なんせね、体が良くないっていうことでもうやめるっていう。本当はもっと続けたいんだよ。でも体が良くないから、餃子作るのに夜中2時3時まで作る、毎日。それ体壊しますよ。だってもう何年やってるんだよ、中華。どうぞこちらへ、どうぞどうぞ。で、これがね、バーキッチン、ラユージュ。はい、師匠です、セツさん。俺のお父さん的存在ですね。こうやってここキッチンで、お母さん、もうお母さん的存在。あーい、はい、はい、どうも。もう閉めるんですよ、ここ。今こなして挨拶してるけど、もう閉めるんだよこれ。何のどんな気持ちいい、これ。じゃあ行こう。いや、もうなんかもったいないと思って閉まるのが。お、今泣きそうになってるよ今俺。はい、こんな感じでね。で、ここ、はい、皆さん、こういうところなんですよ。ほら見てこれ、これまあ店じまいなんですけど、ここ居抜きで人に渡したみたいな感じなんですよ、居抜きで。これ居抜きが決まったのが先月の4月らしくて、俺ちょうどフィギュアバーやろうとしてたじゃん。だから俺がもっと早めにここでやってくる。俺がここを居抜いてたよ。居抜いてたっていう言い方で当たってるか分からんけど、はい、ここここここ、もうイメージつかないよ、ここにフィギュア並びでさ。ほら、ここ倉庫もこんなにいっぱいあるんだよ。うわ、俺が借りたかった。こっち家賃20万円安くない？で、今あっちプライベートの方は閉めちゃったけど、本当あっちも部屋があったんだけど、あっちはちょっと見せないで。ここ、あとここにはトイレがあると。ここにね、トイレ。はい、ここで行きましょう。僕がね、昔通ってたこの中華がもう閉まります。5月31日閉まります。あと4日、あと4日か、あと4日か。皆さんぜひ、もう無理だ、俺が YouTube 上げれないから。テツさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いや、もう本当にもう俺がもう高校生の頃からここで俺働いてたから。先生ありがとう。はい、ありがとうございます。お父さん、はい、いつも美味しい料理作ってくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。以上、ジョジョ TV でした。はい、ありがとうございます。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.